広島大家族ラジオ全員集合スペシャル。さあ、この時間はバリシャキナウのコンビ道森博士と藤田博之がお届けいたします。はい、ということで改めまして、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。70年ですよね。なあですね、古希ということになりまして、はい、もう今日のこの特番の中で何十回ぐらい古希という言葉が出るのかなっていう感じですよ ね、 ね、もう今俺が言うた段階で、はい、50回目というそういうこともありますからね。道森さんが入社されてからでいくと何年になるんですか。何年なんかな。俺何年入社ですか。知らんわ。知らんかな、そんな。俺あんまりよう知らんねん。58ですから、だいたい普通に計算して一浪して大学を入学して卒業して23年入社ってことですか。86年とかその辺に多分入ってるはずなんよ、はい、その辺の前後で入ってると思うんで、そう考えると何年になりますかね。36年とかその辺ですよね、半分ですよね。あ、ですね、はい、ってことになりますけど、はい、うん、半分やからどうやねんって話ですよね。まあまあかもしれませんけども、はい、まあ道森さんが入社して結構な年数経ってるけど、その倍、まあそのね、70年ということですから長きにわたってということで歴史があるってことですね。でなおかつね、個人的なことで言いましたら、はい、ほぼほぼ若い時はスポーツアナウンサーやってましたんで、あんまりその自社の番組について知らないんですよ、はい、どういう番組やってたかっていうのも、はい、もうずっととひたすら野球喋るみたいな感じだったんで、パリシャキが始まりになってから、はい、やっと RCC のアナウンサーになったみたいな、そんな感じやね。そうなんですね。あの感じで言いましたら、会社も来るようになったしっていう、はい、あなたは何年ぐらい。僕は出入り業者として、およそ、はいはい、25年ぐらいにそれでもなりますよ。すごいやん、23ぐらいで初めてラジオのお仕事をさせていただいたということになりますから。最初は裏に回れとか言われながらで、表から入るなと言われて。そんなに冷たくされた記憶はないですけども、はい、まあ週2週間に1回来させていただく仕事を、まあちょっとね、いただいたりしまして、はいはい、まあそこから今は月曜から木曜日、うん、週に4日も来させていただいてるってことですよ、ね。ロビーから入れるようになったわけですから。ありがたや、ありがたやっていうことではありますけども、はいはい、まあそんな2人でお届けするということになるんですけども、この時間の内容は、うん、広島音楽で綴る70年パート1ということで、RCC ラジオで番組やコーナーを持っていたアーティストのエピソードをクイズ形式で紹介していこうと、うん、いうことでございます。いや、これもさっきも言った通り、その辺全然知らんからね、はい、どういうような番組をうちがやってたのかっていうのがさっぱりですね。どういう方がいらっしゃったかはわからないけども、うんうん、アーティストのエピソードをクイズ形式でご紹介するという、はい、このあたりは普段のテイストとなんかどっかでそんなに変わってないっていう、水曜日あたりに聞いてるみたいな、やってるみたいな感じがするけども、まあ確かにね、ボケなあかんの。いやー、まあボケていただいても、まっとうに答えていただいても結構でございますが、まあちょっと歴史を振り返ってみようということでございまして、今回は、3つのクイズを出題していって、3問 !3 問でございます。1問につきまた3つ答えるとか言ったら、合計9つ答えなあかんから、死ぬで俺終わった時に。一応まあ9つボケるかどうかは別として、まあそんなに、まあ単体の答えぐらいでいいんですか、今回は。よかった、ほっとしたわ。そこまで1問に対して3つ答えなければならないということには、せずに。それで30分とか言ってたら、終わった時に老人になってる。そうですね。血を吐くと思いますんで。ホセ面倒さのあの、矢吹乗船終わったみたいな感じになってるから。それ困りますんで。まあちょっとあの、普通に答えていただければ。はい。まあ答えていただいたとともに、うんうん、そのまあいろんなアーティストの方の番組を振り返ってみようということでございます。どんな人出てくるんやろう。いろんな方関わってらっしゃるんですね。では参りましょう、うん。まず最初のアーティストは串田明。ゴーマソリングに。よもやの串田明さん。串田明さん、はい、今筋肉マン豪快とかかってますけども。流れてます。串田明さん、うちで番組やってらっしゃったんですか。そうなんです。マジに。串田明さんは横浜市出身、うん、1946年生まれの76歳です、うん、1969年空っぽの青春でデビューをされまして、はい、同じ年、うん、NHK の音楽番組ステージ101で編成されたヤング101第1期メンバーとして活躍をされます、うんうん、1979年、映画マッドマックス、はい、日本版のエンディングテーマの歌唱をきっかけに。何それ。日本版の
エンディングってやったのマッドマックス。いやあったみたいですね。でそれオリジナルで串田明さんが歌ってた、歌われたということなんです、ね、俺はマックスみたいな感じですか。いやそれは曲知らないから何ともお答えようがないですけども全然知らんわ、まあ、とにかく1979年に映画マッドマックス日本版のエンディングテーマの歌唱をきっかけに、太陽戦隊サンバルカンの主題歌を歌い、うんうん、アニソン歌手としての地位を築かれたということなんですね、僕太陽戦隊サンバルカンはギリギリ子供の頃に見てたなっていう記憶があります、ね、リアルタイムで、なのでも、まあ、その頃から、まあうんうん、もっと遡ればすごい歴史をね、まあ現在76歳でいらっしゃいますから、ちょっとそのマッドマックス日本版のエンディングテーマってどんなんやったかなっていうか、もうちょっと音源ないということなんですよね。そうなんですよね、非常に聞いてみたいんですけども、代表曲としては筋肉マン関連のさまざまな曲、それから宇宙刑事ギャバンなど多数、まあもう本当に大御所でいらっしゃいますから、あるということになりますが、はい、ではここで問題でございます。串田さんはデビュー前 RCC ラジオでリズム&ブルースで行こうという番組を持ってらっしゃいました。なんでやねん。リズム&ブルースで行こうという番組。全然さっきのプロフィールのところに広島関係なかったやん。だから横浜市出身ですからね。ね、まあ、そう考えたらなぜに RCC ラジオでということになるんですけども、うん。あとね、広島公会堂でチャリティーコンサートを開くほどの人気者でもあった。広島の方にとって串田明といえば結構身近な存在で、まあ、ラジオで聞いてる、はい、あ串田さんあの人ねみたいなことでもあったということですね。では、うん、横浜出身の串田さんは、うん、何故広島を拠点に活動する時期があったんでしょうか。いやさっぱりわからんすよ、うん、なるほど、全然わからへんわ、この辺じゃないのかみたいなのがあるかどうかわかりません。いやまるでやんね、ではですね、うんうん、道森さんが考えている間に、串田明さんのデビュー曲を聴いていただきましょう。串田明で空っぽの青春。わなんかまあ、うんうん、片鱗があるといえば、いやもういきなりデビュー曲からもう思いっきり串田明ですよね。ね、うん、ちょっとでもなんて言うんですかね、うんうん、和田明子感ありますよね。串田明と和田明子似てないこともないっていうね、空っぽの青春でございますが、はいはい、まあ皆さんに聞いていただいている間に道森さんも考えの方がまとまったと思うんですね。改めまして問題のおさらい参りましょうか。はい、横浜出身の串田さんは何故広島を拠点に活動する時期があったんでしょうかというのが問題でございましたが、何年ぐらい活躍したはったんかな。まあ、ね、結構ね、なんかそのアニソンとか、はい、特撮の方にねすごい人気になりますから、うん、長い間になかったんやろうけども、はい、大人気だったということで、横浜といっても、はい、坂町の横浜出身だった、うん、ああマジか。広島県の横浜出身でやったっていう。いやなんかあの道森博士の中に、ボケようかボケまいかみたいな迷いが若干見えましたね。ちょっとボケとかんといかんかなっていう、ね、違うんですね。まあ当然違うんですけども、ね、はい、なんかまあゆかりがあったということは間違いないんですよ。なんでなん。ね、これあの正解でいきますと、うん、1966年の10月から、うんうん、67年の春、うん、それから1968年の1月から、うん、広島のキャラバンという店で、バンドのドラマー兼ボーカルとして出演していたから、はい、というのが正解でございます。なんで広島来てるんよ、そもそも。キャラバンというお店で働いていた時期があったと、まあ出演していた時期があったということなんですけども、これはね、横須賀や沖縄のベースキャンプの演奏で、評判を呼んでいた串田さんのバンドをキャラバンがスカウトしたためと思われるということなんですね。はいはい、まあ噂に伝え聞いたところによると、キャラバンというすごいまあお店があって、串田さんがやられているバンドが、これがもういい音出すんだよとか。見に行かれたんかもしれんやん、ね。そうですね。で、あ、すごいね、君、いいねみたいな感じで、うちでやってくれっていう。っていうことをですね、スカウトしたために、串田さんは広島を、まあ、拠点に活動していた時期があったということなんですね。で、やっぱりすごい人気になったと。はい。ちなみに、このキャラバンというお店、はい、生演奏で踊れるという、うん、当時流行したスタイルのお店だそうで、まあ、こう、それなりの年齢の方にとってみると、行ったことあるよっていうね。意外や意外、串田明さんと広島の接点がこの辺りにあったと。
ということなんですね。だいぶ慣れましたか、はい、この形式に。いや、まだあと2問もある。なんか聞くところによると、いやいやいや、初回とりあえず、うんうん、もうね、分かりやすい筋肉マンの曲を聞いて、うん、いや曲は分かりやすいけど、ほぐれたところで答えていただいて、いやもう怖いわ、もうあとどんな問題くるのかなっていう、誰出てくるのかなっていう、ね、いきなり串田明さんやもん、はい、全然分からへんかった。じゃあまあちょっと道森さんもほぐれてきたところで、続きまして2つ目の RCC ラジオゆかりのアーティストはこちらでございます。はい、レスラーの入場曲やないかよこれ。いやまあ雰囲気的にはそんな雰囲気ありますね。もうイントロのところからもう確実に場内暗転になって、はい、照明ブワーッと花道当たって、うん、レスラー出てくるみたいな感じやったやん。はい、ね、ジグザグでございます。ジグザグ、全然これもまた分からんねよね。聞いていただいたのはジグザグで、メロ、メロ、女狼と書いてメロだ。あ、すごいね。いやパワーありますね。いや、いかにもな感じやんね。ジグザグさん、ちょっとサインいただけますか。あ、女狼メロ、タイトルを書くの曲のいや、てっきり RCC ラジオゆかりのアーティストっていうから、この辺でパフュームとか出てくるのかなと思ったら、はい、全然そういうことやないね。この度はジグザグでございます。メロをね、はい、ジグザグなんですけども、プロフィール紹介しましょう、うん、1982年に結成されまして、1984年フレッシュサウンズコンテストでグランプリを受賞します。はい、1985年、うん、今聴いていただきましたメロで日本コロンビアからデビューをし、デビュー曲ですか。デビュー曲です。誰の入場曲やったんですか。いや、誰の入場曲にも使われてないということです。あ、そうなんですか。もしかしたら使われてるかもしれないんですけども使われてないんではないかということでございます。RCC ラジオでは、うん、あっちゃんの青春 ING の中で、うんうん、ジグザグのコーナーがあったということですね。まあ、西田篤さんの番組にジグザグのコーナーがあって、まあもう聞いていただいた通り、若い女の子から大人気だったはずですから、そうやんね、いやすごかったと思いますよ、うん、ね。ということで RCC ラジオともゆかりがあるということなんですね。はい、では問題参りましょうか。もうすぐ問題なんですね早いな。早いですか。いやいや、まあもうしょうがない、行きましょうか。まあそうですね、はい、限られた時間の中でクイズを出していくということになりますからね。すごい、もう問題ですって言われた瞬間にものすごい心臓がドキドキするんだけど、血圧が上がる感じがするんですよまあいいじゃないですかね、じゃあ参りますよ、はい、問題です。西田篤さんの番組の中のコーナーは、うん、ジグザグデビュー後、うんうん、東京のスタジオで録音されていました。まあ、ジグザグがデビューしたんで、まあ、東京在住ということになったってことでしょう。もう広島にいないんや。そうそう、東京行ってるから、だから向こうにいるっていうことは向こうのスタジオで収録というか録音する方がまあ早いということで、東京のスタジオで録音されていました。その時、うん、メンバーの一人が語った学生時代のエピソードが、地元広島のごくごく一部で物議を醸し、ある出来事を引き起こしてしまいました。さあ一体何が起こったんでしょうか。そう、分からへんいやいやいや、知らんねん。分からへんという、うん、とかそういうことじゃない。知らんもん。考えるんだ考えるんですよ。もっぺんちょっとメロをかけてちょっと最初の出だしのところだけでもちょっとかけてもらうことってできないですか。あなたにとっては2曲必要かもしれませんけど、はいはい、リスナーの方にはもう1曲聴いていただきましたから。あ、そうそう、それでは青コーナーより何々選手の入場です。すごい出てくる感じがあるやん。もう本当にジグザグのメンバーの皆さん叱りに来てください道森という男を叱りに来てください。ある一人が語った学生時代のエピソードが物議を醸すことになって、そうですね、ある出来事を引き起こす、はい、何が起こったんでしょうかと、うん、いやもうだってめちゃめちゃパワフルな曲じゃないですか、ジグザグのそのメンバーの方ちょっと正直申し訳ないんですけども全然知らないんですけども、やっぱまあまあやんちゃでないとこういう風な曲にならないだろうなと。まあまあそうです ね。あとまあヒントを多少出すとするならば、ヒント出さい、ヒント、まあやっぱりメンバーの方もまだ若かったってことなんでしょうね。あ、血気盛んな頃ですか、ああなるほど。やっぱこう、はいはい、エピソードトークって、その熟成期間みたいな
なものが必要じゃないですか。もう、はいはい、10年20年経ったから、うん、この話もうそろそろしてもいいかなみたいな。生すぎたんや。そうそう、 あまりにもちょっとまあ近しい時代のことを語ってしまったがゆえに、うんうん、この出来事が起こってしまったということなんだと思いますけどね。なるほど、ええとなると、はい、まあ、本当にデビュー直後ということですから、うん、こんなんじゃないですか。当時で言うたら、はい、1985年デビューってことでしょ、うん、その時代の広島ってことですよね、はい、八丁左回りのことを八丁右回りと言ってしまって、それを真似しようとする奴がいて警察と大揉めになった。ってそれ違うよ。そうですやんな、はいはいはい、それはそうです、では、はい、正解でございます、はい、メンバーの一人が東京のスタジオで録音された、うんうんうん、まあ、その収録された中で、学生時代のエピソードを語った、はい、そのことが地元広島のごくごく一部で物議を醸し、うん、ある出来事を引き起こしてしまいましたの正解は、メンバーが、うん、自分の高校の名物教師の話をしたところ、あ、ラジオでたまたまそれを聞いていたその教師が、メンバーの実家にクレームを入れ、うん、両親が平謝りしたと。ああ、大人げない先生やな。お前こないだの出来事をこんな期間でもういきなり言ったら、もうわしってわしの話ってわかるやんけって。どんな内容やったん？いや、わかる、ね。そんな先生が、そんなデビューした歌手がいるわけやから、普通やったら笑って、はいはいはい、ああ、よう言うてくれてありがとうなになりそうなところやのに、怒って実家にクレーム入れて、お父さんお母さん謝るわけでしょ。その先生何したん？まあ、多分まあそんなにあれなんでしょう、うんうん、ポジティブなエピソードではなかったっていうことはもう明らかですね。いや、まあ、あの先生なかなかうるさくて、なんたらかんたらでみたいな感じで、はい、もう俺確実に俺やないかみたいな、まあでしょうね、数学の T 先生みたいな感じで言うたとか、はい、そういうことですか。だからやっぱりもうデビューもしてますし、そうなると、まあ、ジグザグのメンバーはがどこどこ学校の出身とかっていうのがもうファンにとって周知の事実であると、まあね、でそこの名物教師っていうことでまあ喋ったら、うん、もうあの人よねっていう。なんかでも美味しい話や。ああ、まあまあ、今で言うたらジグザグが俺の話をしてくれた。そう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 。ね、ことの、まあ、プラスのポイントはあったのかもしれませんけど。真面目やから。先生なんで。そうですね、エピソードがどういうエピソードだったかと思いますけどもね。これはちょっとなかなか今触れられないということですね。これはメンバーの本人から聞いた話ということだそうで、メンバーの実家に先生がクレームを入れて両親が平謝りしたということですね。うちの息子がつまらないことを申し上げまして大変先生にご迷惑をおかけしましたっていうことがあったということなんだそうでございます、はい、もう2問終わりましたから。いやね、はい、何ですかそのちょっと伸びしてる。いや、だいぶとちょっとこう終わりが近づいてきてるなっていう、ちょっとプレッシャーがほぐれつつある、解けつつあるけども、はい、まだ問題はあるんよね。あ、ありますあります、当然まあ3問あるっていうことですからね、まあでもゴールが見え始めてきたっていうことは精神的には少し楽になったかなっていう。なんか適当に言うといたら終わるよねってやつ、ね、おいおいおい、ここは真剣に言ってくれよ。ここは真剣に言ってくれっていう。開局70周年特番やからね。そうですよ、もう極めて真剣に臨まないといけな い, い、まあでももう何言うたって時間来たら終わりしまって。こんなスタンスで。一応まだ現役ですけど、はい、ですね、では参りましょうか、はい、最後の RCC ラジオゆかりのアーティストはこちらでございます。レプリカでございます。ああ、もうこの声は聞いたことあるわ。はい、はい、何度もお越しいただきましたからね、聞いていただいた曲はレプリカで、うん、シュガーベイビーズグローウィンでございます、うん、バリシャキにも何度も出演していただいた、女性ボーカリスト、うん、浜崎直子さんがデビューしたバンド、うん、レプリカでございます、はい、いや、もうパワフル、はい、まあ、ご本人も本当に未だにパワフルですもんね、うん、ですね、うん、まあ実際にお会いしたっていうところでいくと、うん、まあなんならそのね、浜崎さんが一番我々番組にとっては身近な方は言えるかもしれませんね。まあでもすごい RCC ラジオパワフルな人が番組出てたってことやね、やってたってことやね、あの曲のパワーが、うん、あとまあ当時のなんかそのこう時代の空気感みたいなものがすごい乗っかってるなっていうのをね、はいはい、感じることができますが、うん、改めまして、レプリカなんですけども1984年に結成されまして、1988年、うん、シュガーベイビーズグローインで、コロンビアレコードからデビューをされます、はい、10枚の
アルバムを出されてるということで、まあ、はい、ベスト版1枚を含むということなんですけども、うん、10枚のアルバムを発表され、うん、惜しまれながら1996年に解散をしたと。すごい勢いで出したはんね。いやーすごいですね。だからまあデビューが88年で解散が96年、うん、8年の間に10枚のアルバムということになりますね、はい、結構ハイペースで出されたということになりますが、はい、ではですね、うん、まあもう最後ね、最後の問題ではありますし、うんうん、まあ浜崎さんのことも知ってるし、うん、違うね、ボケやすいな出来上がったなって感じはありますね。ボケてももう浜崎さんに次お会いした時に、ね、すいませんあの時ちょっとボケてしまいましてふざけすぎましたって言える。いやもうむしろこれは正解しないとダメだということで真剣に考えたいと思います。そっちでいきますか。わかりました。今まで真剣に考えてないんだ本当ですね。もう串田明さんとジグザグの皆さんに怒られますよね、もう実家に電話かかってくるやつやつやね。本当そうです、では最後の問題です、はい、レプリカはデビュー後に RCC ラジオで、うん、チャイヤチャイヤという番組を持っていました、うんうん、チャイヤチャイヤ、はい、という番組を持っていました、うん、はい、このタイトル、うん、チャイヤチャイヤというタイトルのネーミングはどこから来たものでしょうか。なんちゃその問題。チャイヤチャイヤという番組を持っていて、この番組タイトルのネーミングはどこから来たのか、お膳立てはすべて、私めが整えさせていただきました、はい、ありがとうございます、ねえ、はい、浜崎直子さん、うん、何度も喋ってきましたけども、はい、はい、これはもう最後に本当に3問目でボーナス問題ですよね。ああ、まあまあそうですね。もうこれは本当に正解しないと怒られるというふうになると思いますんで。ノーヒントでいいですか。いやもうノーヒントで全然結構です。もうそれはいけますよ。じゃあもう答えましょうか。ああ、じゃあ行きましょうか。知ってるんで、はい、もうこれは知ってるんで、はい、ちゃんと答えます。わかりました。とにかく浜崎直子さん、パリ先出ていただいた時もそうですけども、はい、口癖が、うん、チャイヤチャイヤなんですよ。あ、そうなんですよ、最近。チャイヤチャイヤ。いろいろもう本当に大変でしょ？なかなかレコーディングもね、チャイヤチャイヤ。来週あるんですけども、もうお腹減ったりすると、チャイヤチャイヤ。何かにつけて、チャイヤチャイヤって言う。そんなちょいなちょいなっていう合いの手じゃないですから。でも言うたはったことない。何回も来ていただいて、チャイヤチャイヤって語尾に全部つけてたことってありましたっけ。ずっと言うたらへんかった。ああ、うん、そうですか。ああ、お久しぶりです、チャイヤチャイヤみたいな。では失礼いたします。チャイヤチャイヤ。チャイヤチャイヤっていうのは、僕は聞いたことないんですけど。ほんまに俺だけ聞いてた、まあもう本当に幻聴、幻聴が聞こえたのかもしれませんが。でも実は、はい、近かった。あ、マジですか。やっぱ言うたはんねんで。近かったんですね。近いで逆にどういうこと、近いって何？正解。うん、で、行きますと、レプリカがデビュー後に RCC ラジオでチャイヤチャイヤという番組を持っていて、うん、そのタイトルのネーミングはどこから来たのかという問題でございましたが、はい、正解は、うん、広島弁、うん、何々新チャイヤの、うんうん、語尾のチャイヤに由来している。まあ、上京した時に周囲から広島弁が可愛いと言われたのが嬉しかったことによって、このチャイヤを重ねて、チャイヤチャイヤという番組タイトルになったというものでございました。すみませんでしたわ。近かったんやでも、ね、ああ、そうなんですよ。だからまあ方向性としては間違ってなかったということが言えるんですけどもね。まあ今度来られた時に語尾にチャイヤがつくかっていうのをまたチェックして。ああ、そうやね。ね。もう、現状言わらへんのちゃう。それ、実際言うてんの聞いたことないような気がするし。急に冷静になるのやめてもらってもいいですか。ここは合わせてもらってもよかった部分かなと。お前ね、気になるね。ということでございまして、はい、まあ3つの問題、RCC ラジオにまつわる、アーティストの皆さんの3つの問題、三森さんに考えていただきましたが、まあ、正解数としてはね、一つもなかったということではあったんですけども、悔しい、ちょっと本気で悔しがれよ、はい、いや悔しがってるやんけ、めっちゃ悔しい。ちょっとまあその時代を知ってる方々にとっては、うんうん、ああ懐かしい、それ知ってるみたいなことで感じていただけてたらいいなというふうに、ね、思いながら、はい、問題の方を出させていただきました、はい、ということで我々が担当したこの時間なんですけども、どうですか、はい、30分ということですからね、いや本当に全問正解したかったですよねちょっとまあ多少の負荷も感じつつ、まあ、いつもの番組のテイストも取り入れながら、はい、30分お届けしてまいりました、以上広島音楽で綴る70年パート1でございました。はい、この後も引き続き広島大家族ラジオ全員集合スペシャルをお楽しみください。